この動画は昨夜から始めた水の化学実験の模様を動画でお送りしております。私の名前は重博光、自称ヒロボンです。私は今週21日南光堂薬局の待合所にいて倒れました。パニック発作でした。そのパニック発作の起きた時、119番通報をして救急車に助けていただきました。神戸エキサイ会病院に運ばれて治療を受けまして、その日は無事でしたけれども、翌々日の朝からまためまいと吐き気がして、またエキサイ会病院の内科と耳鼻科と循環器科を受診しました。その結果、異常は特に見られなかった、所見はなかったということでした。で、今日に至っているんですけれども、お薬の飲み忘れや、お薬の副作用などの影響かなと思いましたけれども、ひょっとして水が原因ではないかと思い至りました。なぜなら、私は水を毎日飲みます。食事にも使います。風呂にも使います。この水が原因ではないかということを立証するために、この実験を始めました。詳しくは Facebook の過去ログを参照してください。ありがとうございます。